画像は高知競馬、長森大地騎手。高知競馬場の長森大地騎手が銃刀法違反で罰金刑を受け、7、23日まで騎乗停止処分となりました。長森騎手は自宅前で包丁を所持していたことが原因で罰金刑を受けたそうです。組合は6日間の騎乗停止処分を下し、組合代表の豊永大吾さんは謝罪コメントを発表しました。 長森太一騎手の銃刀法違反事件の公表。騎乗停止処分発表を受けてネット上では。騎種は最近おかしなニュースが多すぎる。近所の人威嚇してたんかな。薬やってるんじゃないかと思ってしまう。通り魔み遂。なんこれから正当な理由なしで包丁を持ち歩く理由は何悪質だから罰金刑なんだよな。なんか2000円盗んだ文夫がくだらなく思えてきた。 地方競馬どうかしてるぞ。これはかなりやばい事案な気が。包丁を携帯していること自体が恐ろしい。魚さばいてたら盗まれてドラ猫を追っかけてたとか、そんなお騒がせではないってことか、何するつもりだったんだ。通報なのかね。自分はたまに包丁買って電車に乗るとき、職質とか変なトラブルに巻き込まれないようにと心配になる。経緯次第ですよね。 日頃からの振る舞いで近隣から通報はあったのか、たまたまなのか、意識的な何かがあったのか。長森太一騎手は2004年10月にデビューし、2015、2019年にかけて5年連続で高知競馬でリーディングジョッキーとなり、2020年10月に地方競馬で通算2000勝を達成。現在までに通算2367勝を挙げており、 今年は現時点で高知競馬では3位の72勝を挙げ、獲得賞金額は1億3927万円と好成績を残しています。一方のプライベートでは、時期は不明ながら結婚していて子供2人を設けており、2000勝達成の表彰式に家族が出席していました。画像は長森大地騎手と妻、子供の画像、地方競馬騎手の長森大地騎手が、 包丁を持って自宅前の共用通路をうろついていた理由や、銃刀法違反の経緯が不明瞭で困惑の声が上がっています。競馬ファンからの憶測も飛び交っています。銃刀法違反では、刃物所持の理由が明確でないと罪に問われる可能性があります。包丁を購入途中や料理人が使用するために持っていた場合は合法ですが、使用後の刃物を放置した場合は違法とされます。最近、 騎手による不祥事が多く、競馬界全体のイメージが悪化している。団体側は指導を強化し、トラブルの発生防止に取り組んでほしい。指導を徹底。9月3日、高知県競馬組合は、高知競馬所属の長森大地騎手に対し、9月7日、9月23日まで実行6日間の騎乗停止することを発表した。長森騎手は、 自宅前共用通路において正当な理由なく包丁を携帯していたことで8月28日銃法刀券類所持等取締法違反により罰金刑を科せられたことから高知県競馬組合地方競馬実施規則の規定に基づき機上停止処分が下された管理者の豊永大吾氏はこの度は高知競馬所属騎手の長森太一が刑事罰を科せられたことに対し ファンの皆様並びに競馬関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを心からお詫び申し上げます。このことは、皆様からの信頼を損なうものであり、決して許されるものではありません。競馬についてのお話、高知県競馬組合は長森太一騎手が、重宝刀券類所持等取締法違反で罰金刑を科され、7日から23日までの起乗停止処分を発表した。 長森騎手は自宅前共用通路で包丁を携帯していたため、停止処分を受けた。長森騎手は過去に高知のリーディングジョッキーに輝いた経歴があり、JRA のワールドオールスタージョッキーズにも出場した実績がある。競馬関係者やファンに対し、豊永第5管理者が謝罪のコメントを発表している。高知県競馬組合は、 高知競馬所属の長森大地騎手を高知県競馬組合地方競馬実施規則第72条第1項の7の規定に基づき、9月23日まで実行6日間の騎乗停止処分としたことを発表した。同組合が公式ウェブサイトで発表したところによれば、8月28日、長森騎手が自宅前共用通路において正当な理由なく包丁を携帯し、 重宝刀剣類所持等取締法違反により罰金刑を科されたという。同騎手は地方通算2367勝を挙げている高知を代表する名手。16年には JRA のワールドオールスタージョッキーズにも出場し、白星も挙げている。同組合の管理者、豊永第五氏は、この度は高知競馬所属騎手の長森大一が刑事罰を科せられたことに対し、 ファンの皆様ならびに競馬関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを心からお詫び申し上げます。このことは、皆様からの信頼を損なうものであり、決して許されるものではありません。長森太一騎手が自宅前で包丁を携帯していたことで罰金刑を課せられ、高知県競馬組合は、非常停止処分を発表。高知県競馬組合は、 長森騎手を9月7日から23日までの騎乗停止処分としました長森騎手は8月28日に法律違反で罰金刑を科されたことが理由です競馬組合は信頼回復に努める旨をコメントしました7月15日に高知競馬場で行われた 6R 柳瀬杉特別では長森太一騎乗の2番人気バウンティキャットが解消 2着にはマジックセブン。3着にはウーナ・グローリアが入った。勝ちタイムは1。21.5。一番人気の佐野のスピードは6着に終わった。バウンティキャットはロケットスタートを決め。終始セーフティリードを保ち。逃げ切った。長森太一騎手はいいスタートを切ってくれて道中も楽でしたし。馬場的にもあそこから行っても残れる自信もあったので。馬が頑張ってくれました。 初めて乗せていただいたが、もともとスピードがある馬だと思っていたので、こういう馬場は得意かなと思っていました。佐賀競馬場で行われた第28回霧島賞は、2番手から四角手前で先頭に立った長森大地騎手騎場の2番人気ルピナステソーロが、中段から足を伸ばした5番人気アイアン娘に3馬審査をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒4。さらに1.1。 ニバ審査の三着に四番人気、お化けの金太が入った。一番人気、相鷹は八着に。三番人気、テイエム・チュラランは十着に終わった。ルピナステ・ソーロは、父、ミッキー・アイル。母、ダノン・ビーン。その父、チチカステ・ナンゴという血統で、重賞初制覇となった。七月六日、高知競馬場で行われたゴアール・ベガ特別は、長森太一騎乗の一番人気。 グレートヒエンが首差で勝利。2着にモズゴールドメダル。3着に2番人気のレインボーウェザー。勝ちタイムは1。24.0。長森大地騎手騎乗のグレートヒエンが、直線で激しいゼリアイを制しました。長森大地騎手、グレートヒエンは56キロという重い筋量を背負い。不安要素もあったが、自力を見せつけて勝利。ファンの皆さん。 暑い中ありがとうございました。高知競馬場で行われた 5R 福永陽一記念で。グッドヒューマーが9番人気で快勝。夢の炎が2着。デシジョンが3着に入った。長森騎手はこのレース3勝目を挙げた。